ジャンク。田中さんが金玉出すらしいね。生放送で。こりゃ、令和2年はいい年になるぞ。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。皆様、新年明けましておめでとうございます。南海キャンディーズ山里亮太でございますけども、新年早々めでたい、金が出たっていうですからね。いやー、そうだ、やっぱオリンピックイヤーだね、さすが。これ景気がいいよ。朝からいきなり金が出た、金が出たっつって。正直さ、最初びっくりしたんだから。ネットのさ、なんかこう、なんていうの、今つぶやかれてるワードのランキングみたいなね、トレンドワード的なやつにさ、田中さんの名前がバッと踊ったからね。言ってもね、昨年末駆け込みでポンポンポンと結婚してって、よく我々が言われるところのね、まあ俺があって、若林、若ちゃんがあってのばかりさんですね。でそうなってきて、やっぱよくね、その必ずこのためにインタビューに来られてた田中さん、その名前が上がったからね、ひょっとしたらなんて言って開いてみてさ、思いっきりね。で、まあ家でさ、先にそんなにね、トレンドに気づいたのが、ワンオンさんですよ。うちのね、まあ、奥様、ワンオンさん気づきまして、ね、まあ、呼ばれましてね、って。田中さんが、トレンドワードめちゃくちゃ上がってるよ、って、なになにっつって、こう、スマホを一瞬見たときに、出た画像、新年早々、ひっくり返ってね、うん、なにこれって言って、見ちゃってさ、いや、びっくりで、俺が、結婚かなんつってね、ついにタナちゃんもみたいな。ね、えそれも爆笑ヒットパレードでね、ゲームコーナーのところで、生放送の中で田中さんがなんかこう、まあ、結局は見えてなかったらしいんだけど、まあ、どうなんだ分かんないけどね、まあ、解析したらよく見えてた、まあ、フジテレビさんの時には見えてませんでしたということになったんで、一応大丈夫だと思うんですけども、その、まあ、爆笑ヒットパレード、ね、今朝行ってきましてね、やっぱありがたいもんで、深夜一発目にね、コンビで漫才やらせてもらって。楽しいよ、漫才って。今日のさっきまではドリーム東西予選で南海キャンディーズの話してもらって、ありがたいことに東軍の鳥という形でね、漫才やったりとか、なんかこう、改めてこう漫才って面白いなって今本当に思ってる時期でさ、それこそつい最近も足りない2人とか、さよなら足りない2人とか終わって、漫才楽しいなと思っててさ、今日行ってきたんだけどさ、で、まあ、言っても今日の、まあ、しかも一発目だったの。ヒットパレードのね、ネタで。で、なんかこう、ネタやる場所が、去年まではヒットパレードって、ネタやるだけのスタジオと、なんかトーク企画のスタジオが別になってたわけ。でもなんか今年からはいろんな都合でって、なんかこうみんなが大人たちがいろんな都合でって言ってるから、あまりにもいろんな大人の人たちがいろんな都合でって言うから、その大人の人たちの目見た時に分かったんだよね。あ、やばい、本当にニュース通り金ねえんだなと思って。で、スタジオ1個になってて。まあ、コンパクトになってるね。で、そうすることによってね、なんかこう、ちょっとね、南海キャンディーズ、最初はすげえ出番、やった正月からネタできる楽しみだなと思ったけども、芸人さんのね、トークパートの人たちがいるっていう、同じ空間にいるってことで、すごくね、まあ、細かく言うとね、いろいろ揉め事が起きそうだから言わないけどね、むちゃくちゃ一気にやりづらい状況になったっていう危険性があってね、楽屋にいてトイレに行くのもビクビクするような状況になってしまったっていう。それはね、ここで一緒に過ごしてきたリスナーの皆さんだったら、今日8年ぶりぐらいにあの画面に山里が共演してる姿を見て感じてくれてると思いますけどね、ガクガク震えながら、ああまた壁に押し付けられたらどうしようみたいな感じでね、ドキドキしながらいたわ今日は。もう、いらない緊張があってさ、それでまあ漫才やらせてもらってね。いや、年末年始本当にありがたいことで、自分がこう漫才をやってる姿をたくさんね、こう届けることができて、本当にこれはありがたいなと思って。まあその中でも自分のこう漫才のスタイルとして、本当に、むちゃくちゃなボケと、やらせてもらって、まあ、オードリー若林ですけども、さよなら足りない二人ってね、イベントやりましたんで、信じられないことばっかすんだよ。本当にもうちゃんと打ち合わせをね、ある程度して、本番もネタ作って、ね、ネタを作るっていう工程を見せて、それで漫才やったら、っていう話で俺は打ち合わせで聞いたら何も言うこと聞かずにね、勝手にスタートして、勝手に楽しそうに人のこと丸裸にして、行かれてんですよ、ね。見てくださった方ね、いるかもしれませんけども。でも、どういうことだって、考えて。でも本当にもう今日はね、向こうがね、よくね、情報解禁とかをね、勝手にするから。でも俺、情報解禁するほどの度胸もないから、
ちょっと匂わせたりとかしてるわけよ。うん。まあ、いるよ。うん。すぐ近くに。あの男が。来てよ！もう、その俺がこう、構えてさ、おい！お前来いよみたいな感じでやってもどうせ。変な感じさ。どうも、明けましておめでとう。そこなんだよ、そこなんだよ。オードリー若林です。で、違う、歩きながら言うようなことじゃないだろうよ。俺もうなんかその怒鳴りながら入ってくるとか、そういうランクじゃないから。ランクで言うんじゃないよ、え？しっとり入るの。そういうとこ良くないよ、ね。俺は今日だってまた昔、ね、初めてこう有楽町との戦いでね、うん、来てたあのジャングルで探してきてんだから一応。見つからなかったら来てないの。その有楽町と赤坂のなんかとか、うん、誰も興味ないよ、もう。今、そのなんか、その社員、おい社員ぐらいなんだよ、お互いの。その内容をちゃんと届けたいんだったら、せめてもうちょっとニヤニヤ減らしてくれ。TBS と日本放送のコラボだとか盛り上がってるの、ラジオ好きだけだぞ、それ。嘘。そうだよ、もう。みんなピリついてんじゃないの、今。ピリついてない。全然ピリついてない。もうどんどん、どんどん出ようと思ってんの。もう不毛な背もたれにそんな4日かんない、若ちゃん。久保田くんぐらいのペースで来ようかなと思ってんの。でも興奮したね、ヒットパレード、品川さんと同じ。名前出せよ収まってるなんて。あれ以来じゃない？どれ？あの、行列以来じゃないの？行列以来だから。名前を出すんじゃないよ。いやー、出させてよ。あんなオープニングで喋られたらさ。怖かったんだから。久しぶりに。いや、ポンもだ、もうダメね。やっぱもう怖いもん、怖い。でもさ、うん、俺思ったんだけど、あの、うん、足りなくてのライブの時さ、恵方巻きのさ、ケンとかさ、うん、若い不毛のリスナー知らないじゃないの、あの話も。だからさ、何年前の話なんだよ、それ。そのさ、お寿司のさ、なんでこの人たちは恵方巻きでこんなに楽しそうにしてんだみたいな空気になっちゃったよ、うん。若い子はね。あと、若い子が、うん、うん、日テレさんのご厚意で、うん、エホマギのくだりカットしてくれてんだよ。あ、そうなの、うん、あ、そうなんだ。カットしてんだ。そうなんだよ。まいっちゃうね、それも。まいっちゃう、ね。あのさ、こんなこと言ったら興ざめかもしんないけど、うん、そこら辺、デリケートな話ってるのは、さっきたまたまコンビニで会っちゃって後に言ったじゃん。でもそれ、本当にデリケートなのかな、今。若い子、不毛の20代の子とか知らないでしょ。いや、ほんと知らないみたい。だから、ほんとにさ、あのさんの時もさ、うん、あの、恵方巻きのくだり、うんうん、さん、なんか、あんまだったもんね。だから、そうだよね。反応がでしょ、うん、うん。だから、恥ずかしいのよ。うん。おーいって言ってる、俺が。うん。だから、新しい、新規の不毛リスナーは、その、恵方巻き不毛な議論で、ネット検索してほしいよね。そうなんだよ。ちゃんと知ってほしいよね。いやいや、もういいんです、その、ふのいさんはさ。あの、ふのいさんを。うん、確かに、確かに。うん。で、このさ、もう出会って、今こうやって会ってさ、うん、数分のことがさ、うん、なんて言うんだろうな、うん、文字に、ね、うん、温度ゼロの文字に起こされたときに、ね、音体にお届けになられたときに、うん、俺もう一発怒られたりしたらどうしてくれんのよ、赤ちゃん。今もう怒られないでしょ、さすがに。怖いよ、やっぱり今日も本当に、なんとか視界に入んないようにしてたのね。てかさ、そういうふうに言うからいけないんだよ、怖いよ、でも本当にって言うからいけないんだよ。だからでもなんかされたとかじゃないよ、うん。一方的に俺がもう怖いっぱなしよ。そう、そうだよね。だって今日だってさ、うん、正直さ、うん、楽屋のフロアが近いわけよ。はいはい、はい。ね、むっちゃくちゃ直前に俺トイレ行きたかったけど、うん、結局もう、あったらどうしようって思う。てかさ、久しぶりに俺5年ぶりよ、不毛な議論くんの。2010、だから、12年だったよ。そうか。5年もっとよ。あ、そんなに ?7 年ぶりなんだよ。7年ぶりでさ、またお互い、おまきの話すのやめようよ。そこなのよ。もういいのよ、それは。更新していかなきゃいろいろ。40超えてんだから。あんたもさ、うん、休まないよね。本当に元日からこんなラジオ出てくんなよ。このスタッフがもう休めないんだぞ。山里が海外旅行行かないせいで。和音さんと行けよ。言ったんだろ、どうしますって吉本に聞かれてやりますって。言ったよ、それは。休めよ。せっかく1月1日こんな日だけどできることないじゃないの。そう、和音さんと行かなきゃハワイとか。そうそう、ハワイとかじゃねえな、うん、お前んとこの嫁はな、ヨーロッパだろ、どうせ。え？ハワイとか避ける嫁だろ。そういうな、なんかな、ついにはうちの嫁の方もいじってきたな、結果。え？
おめえさんからもらったね、名前のコップを大事そうにね、やっぱこのね、コップで飲んでから、お茶がちょっとまろやかかもとか言ってる、あんな、心優しいうちの和音さんに、そんなヨーロッパ、確かにな、イギリスとか行きたがるんだから。やめ、そうでしょ、うん、イギリスとかヨーロッパ行きたがるでしょ。行きたがる。で、興味ないんだ、じゃあ。国内好きだもんな。国内好きよ、それは。りょうたはな。りょうたは。さ、うっすら和音さんを憑依させて喋んのやめてくんねえから、そのりょうたって呼び方する。さ、和音さんがさ、結構。で、そのさっきから気になるんだけど、イントネーションが猪木さんなんだよ。和音さんな、うちのライジオのリスナーでは。和音さんがさ、もう変えねえな、自分を折れさせてくれよ、ちょっとは。腹立つね、そのクッキーモンスターみたいな笑い方、昔から言ってるけど、若ちゃん。和音さんがさ、ああ、負けねえんだったら、和音さんが。俺の結婚祝いでさ、うん、くれたんだよね、バスケットボールに、そうよ。俺の名前入れてくれて、で、なんかバッグにもね、バスケットボール入れられる、俺の名前入れてくれて、うん、で、俺、あれ、届いた時思ったね、これは山里が考えつく大喜利じゃないなと思って、うん、あれは和音さんじゃない、三次元の大喜利苦手だもんね、山ちゃん。なんだおい、それやめてくれよ。そういうの逃げて避けてるけど、俺は。プレゼント大喜利苦手でしょ。やめてくれよ、だからそうなの。土曜日それをいじられた時震え上がったよ。ね。一生懸命 SNS に反論の文字をね、何度もね、こう書いてみて、でも戻し消してね、これは結果、恥の上塗りなんじゃないかと思って、やめてやめてやめて、結局、聞いてるっていうような空気感だけのつぶやきで終わった日があったんだよ。そうだね。あいつめ的な。あいつめてんてんてんってのは、もう白旗だからね、こっちの。モノボケとかね、あんまり好きじゃないもんね。うん、ああ、いじってくれたら、そう、そっちはよ、そのなんだ、グランプリとかでさ、大喜利のセンス見せてね、世の中に認められてるからいいけど、俺はまだ世の中にそこら辺で認められてないから、みんなに言わなかったらバレずに終わったところでしょうね、そさ、今でもさ、足りない二人やった時にさ、うん、もう、まあ、いろんなところで喋ってる話だけどさ、うん、R して、クリーピーナッツ曲作ってくれてさ、あいつな第一声でさ、終わったと、あれでしょ、うん、ライブ終わって、楽屋挨拶の時でしょ、俺さ、しばらく会ってなかったじゃん、9ヶ月ぐらい。ほんとだね。だから、その、和音さんとさ、うん。もういいよ、もうじゃあいいよ、もう。停電したら俺は負けた気がするから、うん。お前なら聞いてると思う。結婚したらさ、うん、その辺もなくなってるかなと思ったら、うん、現役のクズだよね。山ちゃんって。うん。あ、俺、なんだろう。傷つきすぎるとさ、もう言葉出ないな。クズとかじゃないじゃない。あれは、むしろ逆にさ、うん、ピュアよ。ピュア。うん、いや、かわいいよ、クリーピーナッツがさ、足りない二人にね、うん。まあ、自分たちで言うもなんだけど、結構こう、ビシビシ影響されてくれてさ。そうね、だって足りない二人って作ったのも、だって俺らがきっかけでしょ、あいつ。そう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 。うん、して、もう気をつけ、ヒップホップの人間が気をつけして楽屋裏で待ってんだよ。直立不動だって、俺たち行った時も。で、俺はさ、嬉しくて、うん、それ5年後ぐらい、子たちが足りない二人っていう曲作ってくれて、うん、ライブ来てくれて。そうね。ありがとねっつって、いい曲にしてくれてって言ったら、もう第一声で R に、若林の方が文字数多いな、歌詞のな。いや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 って R して、ラッパーに気遣わしてんだぞ。いや、そこはさ、それは分かったよ。強者の理論よ、そっちは。そっちはね、文字数が多かった側だから、逆だった時言ってた可能性だったらあんだからね。さ、違うんだよ。もっと客観的に、もっとさ、もっと客観的にマクロで見てよ、強者の理論って、和音さんと結婚してんだよ。何が？いや、何がじゃ、誰が？和音さんと結婚してね、登ったステージが例えば高いとしよう。それはね、女優さんだ、女優さん。でも、そこのステージじゃないステージじゃない。うん、俺と若ちゃんで、ね、どっちに対して後輩が、ね、尊敬してる。あわやくば R に関しては俺のことを、うちのラジオの方を聞いてからスタートしましたって言ってるやつが、そうだよ。ね、後輩が知ってじゃあ、女優ね、嫁対決だったら俺は別にね、はい、それは強者の方に行くさ、そう。そうでしょ、ね、その、若ちゃんとじゃないよ。その、なんていうの世間的な、世間的にね。ステータスというのであれば。はいはいはい、ね。でも、あの時は、後輩が、どっちをね、ね、尊敬してるかという土俵なわけじゃん。そこは、別に、嫁が、葵優だろうが関係ないわけ。でも、それ、これを今多分本気で言ってんじゃん、山ちゃん。
本気以外で。だからなんかみんな応援しちゃうんだよな、山ちゃんのことを。お前はそうやって俺が応援される姿を作ってることをね、陰キャ詐欺みたいなことを土曜日言いやがって。え？あいつはこう、闇のやつ集まれって言ってね、小山の大将、いたんだよ、うちの団地にも。ね、3年ぐらいの学年下の子供集めて探検してるやつ。人をそいつみたいな扱いしやがってさ、は、真っ赤になった。俺だって、俺は、まあ、タイムフリーで聞いてるけど、ね。聞いてたらさ、あのいじり方よくない？俺たち、そこまで敵じゃないだろうよ。あれは恥ずかしかった、俺は。ワカちゃんにやる。ね、で、しかもね。でも俺は、でも山ちゃんは詐欺だと思ってない。本当に、あ、これは、マジなんだなと思って、それ足りない二人ライブ終わってさ、うん、直後になんか、あじまさんがね、うん、そこですよね。なんだっけな、なんか、寄せ書き。お客さんの。そう、感じになったんだよね。あれね。なんか二人のイラストが書いてある看板にさ、そうそうね、寄せ書きするって、ああいうのあじまさん仕掛けの好きだからさ。まあそうなんだ。ファンの生の声とか好きだから、あの人。あれは大事だって。いや、いいじゃない、あれは。え？だから、そこで写真撮ろうって移動したら、ほんと言ってたもんね。あ、これ、若林の方は、寄せ書き多いな。多かったね。いや、俺、あの時、やっぱ、震え上がったけど、これやっぱ詐欺じゃない、マジなんだなと思って。だからみんな応援しちゃうんだな。でも、不毛のチームも思ってると思うよ、うん。そろそろ次のステージのトークしてほしいって。もういつまでもさ、お前の方が寄せ書き多いなって。ばっか、あとあれだな、最近オープニングで多いの。お前感謝多いな、最近な。そりゃそうだろうよ。ありがたいな。何回もありがたいなって言うな、毎週。ありがたいことがあるから感謝もするだろうよ。いいんだよ、もう感謝なんかしなくたってよ。ニヤニヤしながら感謝のことじられた。じゃあ早くさ、もうこういう気持ちなんだ。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。R指定の件なんだけどさ。いや、もういいよ。また応援すんだよ、140の客が。そんなこと言ったら。俺がやってんだよ。頑張れって。いいじゃん、頑張れ頑張れって。もう一番いいんだよ、あれで。あれでゴールテープ来て気持ちいいんだから、もう。でもさ、足りない二人のさ。うん、話もしたいんだけどさ、うん、昔からだけど、足りない二人漫才終わった後さ、うん、袖ですぐ反省するじゃん。だって、忘れちゃうだろ、そのさ、そこでミスったのとかを確認しといた方が次に生きるでしょうか。なんか、漫才舞台終わってすぐですよ。うん、袖に置いてある椅子とかにさ、座り込んでさ、タオルをこう頭から、うん、マイケル・ジョーダンの試合直後みたいにこう、こう、こうさ。そういう風に見えてると光栄だよ、俺。バスケやった人間としてはそれに例えられない、別にね。でさ、声に出さなきゃいいのにさ、うん、心の中で、あそこがな、うまく返せなかったなとか言うことによって、うん、みんながお前を応援するだろ。いいことじゃないか、それは別に。それは応援と捉えてるから。お前そういう結婚の仕方したんだろ、応援されて。どういうことだ俺が同情で結ばれたって言いたのか。お前なんか家帰ってきて頭抱えてさ、応援のカツアゲして結婚したんだろ、お前。応援のカツアゲっていうのに関しては、結婚のきっかけかどうかわかんない。でも昨今、そのシーンはあったよ。よくないことかい？いや、よくなかないんだけどさ。反省することがあったんだよ。今回のさよなら、さよなら足りない二人だってさ。今回もなんか直後に反省してたってね、あじまさん言ってたけど。喋りたかったけど、お前帰ったろ。もう喋りたいこと全部喋ったっつって。カリスマ性出すなよ。そういうことで。いや、なんか、もう喋れなかった、あの日は。なんかあの後さ。一番かっこいい帰り方したからね。そう？そうだよ。いや、俺ね、それはね、なんでかっていう理由があるんだよ。何よ。かっこいいっていうことに、まあ、なっちゃうのかもしれないんだけど、5年前でしょ、うん、前の滞在二人、うんね。その時俺ね、根に持ってんの、山ちゃんと安島さんに。何よ。なんかね、俺、なんかこう、ほら、あの時ってさ、うん、今みたいにさ、テレビ局もさ、何時に電気消して帰んなきゃいけないって、働き方改革で、今そうじゃん。うん、だから、なかったよね。なかったよ。あの時、5年前は。うん、だって本当に、夜中までずっと稽古して。そうそう。山ちゃんさ、宿直室、宿食仮眠室。仮眠室あったね、日テレの中に。泊まってさ、うん、天の声の見守りね。あ、そこありがとうな。それは、いや、俺は言いたい方なんだけど、こういうの。でも、大事にしてるの分かるから、そこは大事にしたいのよ。ごめんね。だから、あそこで仮眠室で寝て、そのまま見守りってたもんね。言ってたよ。で、それができなくなったから、一切会わずにっていう。今回ね、あんだよね、今回、働き方改革で。そうそう、働き方改革の影響だったんだ。あんなとんでもない漫才を生み出したのは。夜中はもう会議日テレできないんだもん、だって。あ、そうなんだ。今できないんだよ。はぁ。そうそう。だからよくわかんない。エレベーターホールの前で安島さんと立ち話して、うん、それでも警備員さんに帰れって言われて。
あ、夜中やってたんだ、一応。いや、なんか、差し迫った時に、うん、なんか、ちょっと、確認したいことあるんですけど、つって、うん。で、それでさ、思ってて、それ5年前の話よ。ああ、5年前だよ。そう、そしたら、なんか俺がさ、ほら、夜中でさ、寝てなくてさ、うん、お互い。それで寝たとこが作ってたからさ、うん、なんかこう、バッテンが多いとか言うじゃん、よく。いや、本当にそうじゃんか。うん、めちゃくちゃ客するじゃん。で、5年前のさ、うん、打ち上げの時さ、山ちゃんがさ、うん、いや、僕が若林に対して途中で悔しくて、うん、なんか、帰り道、石ころを蹴飛ばしながら帰った夜もありましたみたいな、なんかさ。あ、そうね、挨拶のこと。そういうなんか挨拶好きじゃん、山ちゃん。なんか好きとか嫌いじゃなくて、事実を伝えるときにチョイスしがちってだけね。別に好き好んでやってませんけど。なんか、一回まず、ね、打ち上げの挨拶、一回最初笑い2個取って、うん、その後逆境話入れて、このチームで頑張りたいで、乾杯がいつもの流れじゃない。俺のレシピ読み上げんなよ俺の大事なレシピを。え？フルコースね。フルコース、俺のフルコースよ。うん。で、最後に細かいちっちゃい、みんながいいな、ほっこりするって笑いも入れる、デザートも入れるときあるな。乾杯の後。そりゃそうだろう。乾杯の姿をこう、よーく観察してね。今、片山さんがこうでしたけど、つって最後笑い取って。細かく見てからきゃいけないね。出ましたよ、本当に。グランメゾンですよ、あれも。グランメゾン。グランメゾンとかいいんだよ、めんどくせえな。めんどくさいとか言うんじゃないよ、ね、そっちだってマイケル・ジョーダンさん来たよ。元日の深夜から頭回すなよ。そっちがマイケル・ジョーダン出した時に、ああ、若ちゃんね、そういうね、玉込めてんだったら、こっちだってね、ちゃんと玉こもってるよと。お前、元日から頭回すなよ。頭を回しちゃいけない日っていつなんだよ、じゃん。疲れるよ、こんなラジオ。そんな例え深夜1時40分にバンバン出されたら。お前、リスナー疲れてんぞ、お前の例えに。疲れてんのか？疲れてんだと言ってるよ。そろそろ趣味の話とかで30分終われ。無理だよ！ 笑いのない趣味の話する人もいるだろう、パーソナリティで。笑いのね、趣味の話して終わる人になれ、お前。俺はそれに対してもね、いろんなこう、なんていうの、装飾品をつけながら名前を言おうとして自分が怖かったよ。足りないスタイルとかセンターマイク思い出しちゃうんだよ、俺は。そうだよ。ほら、CM 行くってことは、あいつあいつを言うなって空気になっちゃった。よく止めた、広重って言ってた。CM 中言って。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。いやもうすごいな、第7世代に対してもか。なんでさ、今ね CM でいろいろ喋ろうって言って、ね、そのお品書きそっと添えてごらん。みんな勝手にこのメニューこれなんだろうなって頭の中で考えちゃうよ、悪いこと。別に敵がないよ、第7世代っていうのは新しい。でも本当にさ、若ちゃんとかほら本当に心から絶賛できるじゃない。ペコパとかね。そうよ、うん、ペコパはそうでしょ。あったかい気持ちになって、あ、いいな、今こういう時期だろうな、みたいな感じでしょ。それの、うん、気持ちもあるよ、うん、でも否定しないというツッコミのパイオニアみたいなことを周りが言うのはちょっとお前はそんなにもさすがに大人げなさすぎる。否定しないツッコミのパイオニア俺ですってことを今言ってんだよ。俺とまでは言わないよ。俺とまで言わなくねえだろ、今の言い方。お前それはずるいぞ。最初の戦闘集団には、誰か、俺がね、戦闘集団、戦闘って言い方も失礼だけど、走ってる人いたと思うよ、俺の前でも。ひょっとしたらいるかもしれない。俺はがむしゃらにその集団の中にいたから、気づいてないだけで、ただね。いや、めんどくさいよ。俺、高校の時の部活でもいたわ、社会人でアメフトやってる先輩って。いや、待って、本気でぶつかってくる人。俺はね、そういうの、本当に、OB がね、OB が物質でする、ね、エロ話って一番嫌いだったんだよ。お前、今、否定しないツッコミのパイオニアは、俺だって。そこまでいや、お前、それは、ちょっとチャレンジしたいぐらいよ、俺。何いや、言ってたもん。言ってないね、それバカじゃん。それ、パイオニア、俺で、パイオニアだって言われる。パイオニアは俺だよって今言ってたよ。言ってない。細かくちっちゃい声で。そんな俺がそんなサブリミナルトークするわけないじゃないの。パイオニアは俺だよって。言ってない。言ってた今。それはよくない。それは今、冤罪を生もうとしてるよ。一回再現してみよう。同じ空間を。有志に集まってもらえ、ね。めっちゃ面白い。みんながみんなね、それを言っちゃうとさ。はいはい、そうね。寂しいじゃないかって話よ、別に。だって山ちゃん2000何年だっけ ?2004。2004年でしょ、ね、15年前。15年前だよ。15年前にね、そこ、こんなのありますよっつって。すごいね。俺は知らなかったからね、それも。まあ確かにね。だから。いや、それでさ。絶賛したろ？
いや、そうしててさ、うん。面白いと思うよ、もちろん。そうじゃん。で、うん、そういう時期も、まあ、お互いあったじゃん、自分たちで言うのもある、うん、それで、その、足りない二人で会って、5年前の打ち上げの話戻るけど、あ、そうね。その打ち上げの席で山ちゃんは、うん、なんか若林とネタ作ってて、まあ、お互い本気だから、うん、ちょっとこう、食い違う時もあって、小石蹴りながら帰った日もありました、みたいな。うん、でも、なんかそれを乗り越えて、なんか漫才やりました、みたいな時に、安島さんが、よく言った山ちゃんって言ったのよ。あ、そうだったっけ、俺それめちゃムカついてさ。何だよ。いや、その、二人のなんか関係性。まあ、それの家の方向が一緒だったからさ。いや、家の方向が一緒だったからさ、で、それはさ。同じ団地の子って結構結束生まれんのよ。一個なしじゃん。ああいうもう時間もない。二、うん、人ともスケジュール詰まってるっていう時に。うんうん、俺だってそうよ、それは。うん、なんかあったの？いや、それはもう山里のツッコミにはもう勝てないって足りない二人で思ってんのよ。それ俺は言わないよ。あの、飲みの席で。そうね。応援されちゃうから、それ言ったら。いいじゃん、いいじゃん、応援されていいじゃない。ね。いいぜ、応援って。してもらってみろよ。食わず嫌いだろ。お前そういう結婚の仕方したの？やめろ、結婚でそれ言うんじゃないよ。同情なのか、俺は同情だ。え？同情で結婚したら才能に惚れ込んでたのよ、絶対。そういえばさ、あ、これ話変えない方がいいか。その前のやつは解決させるまでもまた解決させるところにもう一回解決。あ、そうそう。それで応援されてるのがあって、うん、で、それで今回のさよなら足りない二人の打ち上げで帰った話よ。うん。また山里と安島があれやんだろうなと思ったから帰ろうと思ったのよ。そこと繋がんの？そう。いや、まあでも、これは本当にバカちゃんね、いたらやったよね。だ俺がさ、勝手にボタンを押してさ。そうよ。で、まあ、俺が、なんつうの、ネタをリードする方じゃない。そうね。なんとなく。うん、だけど、山ちゃんは、なんかその、全部、受けなきゃいけないじゃない。そうよ、だって。そうそうそう。わかんない、マジで。何が来るか。うん、で、あそこがな、とかさ、まあ、その、即興というか、その、稽古し、行き遣いもしてないじゃない、うん、で、その、山ちゃん何来るか分かんない。うん、そしたら、取りこぼしたとか、うん、あとこれが言えたなという部分もあると思うのよ。うん、もう俺もちょっと雑だったし。うんうん、でも、それを絶対飲み会で言ってたでしょ。言った。そしたら、山ちゃんそんなことないよ。あの会社はすごかっただよっていう会話があったでしょ。あった。それが嫌なのよ、俺。そこさせてよ、あの舞台上で傷だらけになった俺の心はさ、ね、そういうのヒット目で回復させてくんないと。で、よく言った山ちゃんになるみたいな。そらなるよ。うん。もうみんなスタッフさんが、ね、うん、俺がさ、ぐでんぐでんになって、いろんな全方向に噛みついてる姿見ても、うん、そうなるよね。舞台でそれだけやったんだから、それ言う権利はあるよ、つって。で、俺はいろんな権利を与えられるわけで。それはでも、山里亮太は、一個気づかなきゃいけないのは、その、いろんな人にそのツッコミの、うん、それまあ、たとえツッコミってだけじゃないけど、うん、いろんな引導を渡してきてんだよ。だから見てただろ、紅白で、たけしさんが言ってたでしょ、俺たちが世に出たから。浅草キッドのね。そう、自分のなんか自分がさ、うん、応援されたいばっかりで言ってないんだから。その、引導を渡した罪は背負ってないだろ。そんなんだって引導ね、俺のせいでそういう風になったって人なってないもん別に。もっとその人たちがさ、言ってさ、参りましたから出してくれたら、ね、参りましたのね、このポイントが溜まってったら、ああ、じゃあこれそろそろね、そういう風な位置に行かなきゃいけないのかなと思うけど。私は山里のツッコミに参りました。ニヤニヤすんじゃねえよ。何？なんか紙来たよ。チャレンジ。言ってたでしょ？ちょっと、聞いてみ、自分で客観的に聞いた方がいいよ。いや、本当よくないよ。うん。ちょっと流してみて。ぺこぱはそうでしょ？あったかい気持ちになって、あ、いいな。今こういう時期だろうな、みたいな感じでしょ？それの、うん、気持ちもあるよ。うん。でも、否定しないというツッコミのパイオニアみたいなことを周りが言うのは、ちょっとお前は、そんなにも、さすがに大人げなすぎる。否定しないツッコミのパイオニア俺ですってことを今言ってんだよ。俺とまでは言わないよ。俺とまで言わなくねえだろ、今の言い方。お前、そりゃずるいぞ。最初、ね、戦闘集団には、誰か、俺が、ね、戦闘集団には、戦闘集団にはだっきり言ってんじゃねえかよ。あのね、赤ちゃんね。うん、言ってる。これは言ってる。これよくない。ペコパにも悪い。これは。あんなに。せっかく発明したのに。俺がやってんだ。こんなやつより汚い大人だったわ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。まさかさ、こうやって元日にさ、山ちゃんが和音さんと結婚してて、俺も結婚しててラジオがやると思ってた。まあでもちょっとそういうのはさ、結婚とかするとそういうのが変わってくとかいうのは思ってたけど、全く変わらずよ。すごい自分でさ、なんかこうこれ現実なのかって思う時未だにあるでしょ。しょっちゅうあるよ。それどういう時思う。だから本当に我がちゃんもさ、飯だね。飯ね。ああ、こう飯作って持ってかれてさ、作って一緒に食べてる時とか。思わない？あの時。思う。なんだこれって。死んでんのかなって思う。そうだよね。死ぬぐらい。経験もしたことない走馬灯が。そうそう。そうなんよ。でもさ、まあ、言われ飽きてると思うけどさ、なんかそれで闇がなくなったみたいな言われ方すると思うんだけどさ、闇同士で結婚してんだからそんなわけないんだよな、山ちゃんは。なんて言うんだろう、ちょっとカッコつけた言い方だから、俺の妻の何知ってんだよ。なんだ闇同士って。闇女優なんだから。闇女優なんて肩書、そんな肩書きだった時は一回もないはずだぞ。いや、だってさ、俺、記者会見見ててさ。フラワール見たか？あんなキラキラしてやってんだ。いや、俺素晴らしい女優さんで、もう大好きな映画何本もあるよ。よかったよ。ね、俺ね、でもそれとこうやっては別で、記者会見でほら、人のすごいな、尊敬するな、感動する部分と、これはちょっとって思う部分が似てるって話だったじゃん。ほぼ一緒よ。山里亮太とこれはちょっとの部分が似てるなんてさ、闇持ってる人に決まってんじゃん。ああ、否定できないな。じゃあ。だから。まあ、盛り上がるわ。だからなんか、女優っていう肩書きだけで世間はさ、闇じゃないと思うんだろうな。それこそカテゴライズだよな。勝手にキラキラした人が思っちゃうんだ。うん、そうではないと思う。闇と、闇結婚なんだからさ。闇結婚なんてやめてくれ。令和の奇跡だぞ、こっちとら。それをよくもそんなコーティングしてくれたな。えでもそうでしょ。まあ、話は非常に合うよ。非常に合う。だから、この、なんかテレビとか見せても、なんか、あと今日会った話とかでさ、こういうことあってさ、こういうやつ見てさ、とか言ったら、それはないねって話が合うわけでしょ。それは若ちゃんも合うだろ。それは合うけど、だからそれをなんか世間全然伝ってないね。あのさ、特にさ、俺と若ちゃん、そしてさ、ばかりさんがなった時にさ、なんかもう本当に、詐欺師みたいな扱いになった瞬間あるじゃん、なんか。あるある。なんか結局、あいつらもなんか、普通のやつだったんだな、みたいな。そのさ、急にさ、俺たちを、なんかその、勝手にそっちで作ったさ、異常のキャラのそぐわなくなった瞬間にさ、普通のやつなんだなって言うことによってさ、すげえ上からこう、下にさ、ペッて唾吐いてくる感じ、なんなんだろうね、あれ。いや、だからさ、でもさ、もともとさ、マウンティング気味に見てた人が裏切られたって言ってるだけでさ、あってさ、不毛のリスナーとかはさ、山ちゃんと同じ、こう、価値観だ、みたいな感じで聞いてる人は祝福してんじゃん。優しかったよ、みんなそれ。だから、その、あんまり知らない奴が言ってんだよね。そこなのかね、なんか。だと思うよ、多分。そうね、なんか結局さ、みたいなことさ、あの、陰キャで金稼いでたくせに、みたいな。で、俺思ったの。で、本当にそれこそさ、さよなら他人の二人でさ、若ちゃんにさ、縛り上げられてさ、あれ本当楽しかったんだけどさ。いや、俺さ、あれは、やっぱ、山ちゃんの M ってすごいね。俺ね、なんだろう、こう、ドラゴンボールとかでさ、強い奴が向かってる時にさ、来るって思う瞬間だよ。向かってる時に来るぞって。あれ、ザザッとしたやつね。あれがあった。俺やっぱすごい。あとね、やっぱもうちょっと見たいね、山ちゃんのその部分は。だから、ほんともう結婚生活でもう一生さ、きっこ縛りは受けれないわけじゃない。ねえ、ちょっと待ってね、そのさ。きっこ縛り受けてね、汚いヘリコプターなんだぞ、お前はって上手に言われてた山ちゃんがさ。そんなって、そんな時期もあったよ、それは。だからもう無理なわけじゃん、家庭内でやる以外、それを。そうや、そうや、そうなりますよ、それは。だからヘリコプターにはもう一生なれないんだよ、俺は。それはさ、ちょっと寂しさない。ヘリコプターはなれない。ヘリコプターにもうなれない。棺桶までと思うと。だからほら、このさ、この正月の時期ってのはさ、ニュースとかでさ、こう空撮で結構いろいろ撮ってんの、街中を。ヘリが多いのよ。あれ見てな、こう、パーっとこう、見てる時の目が、なんだろう、こう、翼を失った鳥がさ。いや、お前さ、それは話違うよ。え？それもヘリコプター自体に、もう、目線がいってるじゃん。え？比喩として言ってるから、女王様は。お前がヘリになりたいわけじゃないんだよ。これ、若ちゃん。こうなってくると、だいぶ迷宮に入ったね、今俺は。迷宮に入ってない。
でさ、本当にさ、うん、その、なんか、抑圧された分がさ、うん、漫才の舞台上で出ちゃってるっていうかさ。いや、だから楽しくて仕方なかったもん、あの時は。俺の頭の中では、うん、なんか、ね、あの映像、ね、オンエア足りない二人、この間、二日前ぐらいか、うん、やってんの見て、俺的に反省あんのは、うん、あの、どう終わらせようっていうのと、うん、どういう設定、どの設定次やろうかなと思ってんの。設定はもうかなりの数浮かんでるから。浮かんで、あの時さ、漫才やってる時さ、センターマイクのとこでさ、うん、あの、浮かんでる設定をこう、うん、配置してるの。それとも、うん、この状況でこんなことやったら面白そうっていうので、うん、そこで生まれた設定みたいなのあるの？両方あった。ええー、俺だからさ、あの、足りない二人、もっと足りない二人のさ、うん、ライブのさ、うん、前さ、水曜日さ、うん、俺さ、気づいたらさ、うん、ここまでさ、ジョギングしてきちゃってたのよ。嘘だろ。いや、なんか頭の中で山ちゃんと漫才しながら、うん、会っちゃいけなかったじゃん、うん、連絡も取っちゃ、うん、会っちゃいけなかったから、散歩してたの最初、うん。で、ちょっとこうジョギングしながら、山ちゃんこんなんやったらなんていうかなみたいな思ってたら、うん、TBS の入り口まで来ちゃった。水曜しかも？うん。で、自撮りだけして帰ったんだ。後ろ TBS で乗っけようかなと思ったけど深夜、うん、でもまあなあやめとこうと思って、はあ、だそうだ一個さそう、うん、クレーム言いたいんだけどまだあんの禁止されてたじゃん LINE のやり取りも電話も一切そうね、うん、それは分かってるよね分かってるもちろんでさいや山ちゃん SNS 詳しいから知ってると思うけどさ、うん、なんか俺が山ちゃんの話題をインスタに上げるたびにさ、うん、DM ダイレクトメッセージにさ、うん、お前やってんなとか、うん、DM で俺にメッセージを4通ぐらい送ってきたでしょ、うんうん、全部死活したけど死活してたでそれはもうシンプルに答え分かってるよ、うん、やってんなと思ったからだよやってんだもんあそうあのさ、うん、あの直接は喋れないけど、うん、大人たちから交互にやっちゃいけないことって言われてたでしょ、うん、こういうことは言っちゃいけませんよ情報解禁でしょそうよ。あれもなんか嫌でさ、もったいぶってんなと思って。もったいぶってんじゃなくて、営業の人たちに迷惑かけてんだからな、あれ。今回の放送のやつもなんだよ。そんな注目されてんのかなされてんだろ、あんなお前天才的な漫才やってんだから。お前さ、それ言うならさ、打ち上げでさ、うん、あそこがなとか言うなよ。それに関しては、ね、あの時点見ていただいたあの時点でもいいと思うけども、もっと良くなれた、その、良くなれたのになれなかった理由が俺にあるやつに関しては言わせてよ。欲しがったのよ。ちゃんと筋取ってんだな、うん。俺が欲しがって、うん、だ若ちゃんの思い描いたこう道があってさ、うん。はいはい。で、俺だと知らないじゃん。はいはい。知らないけど、うんうんお客様さ、うん、優しい人笑ってくれてさ、うんうん、気持ちよくなっちゃって、うん、絶対これを俺が投げかけることによって、うん、若ちゃんが多分筋道描いてるとこに、うんうん、少し速度遅くしちゃってるっていうのは、うんうん、自覚あるわけよ。いや、それはいい欲しがったワード入れて。お互い様だもん。それ吉本で喧嘩お笑いに囲まれてたからなんか萎縮しちゃってんじゃないの？あの流れのことを喧嘩お笑いって思ってんだな。うん喧嘩お笑いじゃん。弊社の中にいる人間から言わせてやろうか。笑えねえんだ、一個も。そうなの？ちょっとごめんね、うん。ミルクボーイです。いろんなことを忘れるおかんですが、ミレニアムのことだけは死んでも忘れないと言うてます。ニジです。フルフル。また今日に限ってさ、この単語出すんじゃないよ。ミレニアムの話も、そろそろもう時効なのかね。もう時効か。どうなんだろうね。時効っていうか、うん、やっぱ、俺たちの中でちょっと事件みたいなのがあるもんね。あったもんな。笑うよな。なんか今となっちゃ笑うよな。笑うよ。本当にテレ朝のさ、近くのさ、うん、和食屋みたいなところのさ。そう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 。4人、狭い4人しか座れないような机にさ、俺と若ちゃんと。ね、その時の総合演出の方と座って、やってたよ、あの時に。なんか、なんだっけ、もう始まってたんだっけ、あの、始まってたって飯会の時は。何の飯会？あ、その飯会始まってる、始まってる。だって、次の企画持ってきてたんだから。まず、第1回のね、
初回の収録を教えないっていう、うん、ね、全くいらないドッキリから始まった時に、なんかみんなが、勇気あるよな。心の中にさ、俺はそうは思わないけどね。あれはフジテレビらしい演出で非常にアゲアゲだったけどね。うん、それが、アゲアゲの時にやりゃいいけどさ、アゲアゲじゃない時にアゲアゲなことやったら、そりゃ下げ下げよ。そうだったじゃない。ね。確かにね。そうよ。下げ下げって言わないでよ、あの演出のこと。夢見せた人間たちの夢ぶっ壊したなら、それぐらい言われるけど、あんなさ、ね、同期ぐらいの人集めて、フジテレビのお家芸ですよ、同期ぐらいの人集めてさ、ね、うちの会社がプッシュしますよ、いろいろやっていきましょうっていう、ね、もうめちゃイケがあってさ、ハネルだ、ピカルだって、次に来て、俺たち夢見たじゃない。ね、あの、お台場のさ、あの、埋め立てた場所で、なんか、いろんなさ、うん、ね、あの、いろんな、こう、見せ出すさ、やつあるじゃん。夢列島みたいなやつとか。あんなんだってさ、うん、俺たちの人形がそこかしこにあると思った時期もあったじゃん。はい、一つも押されねえしさ、あれね。そうなったんだから、それに関しては言う権利はありよ。ほんでちょっと入って、他のやつ応援しちゃってさ。で、スタッフさんとのその、飲み会というか、飯会みたいなのが番組始まって、みたいな。まあ、要するに、あのメンバーのね、得意なことっていうのが、ちょっとこう、か、まあ、噛み合わせが悪い。そうね、だから言ったのが、しっかり噛み合ってない。オードリー、そしてまあ、ナイツ、流れ星、ウーマンラッシャワー、うん、で、俺か。そうそう。それで、あの、山ちゃんと、二人でその飲み屋に向かって歩いてたんですよ。そうね。だからなんか山ちゃんが俺にすごい、若ちゃん、どんなことを言われても、冷静にね、絶対、切れちゃわないでよ。まあ、ほんと、あの、わかちゃん熱いからね、そこら辺ね。あと、頭いいからさ、お笑いのことに関してさ。いやいや。論破しちゃうのよ。頼むよ、つって。うん、熱くならないで、穏便にね、今回は、つって。うん、そりゃそうよ。で、飲み会始まって、と思いつつ、1時間半ぐらい経ってトイレ行ったんですよ。うん、で、トイレから帰ってきたら、山ちゃんがブチ切れてたんですよ。お前が熱くなってんじゃねえか、つって。あれはね、熱くなるよ。あれは、うん。だってさ、ね、ナイツだ、オードリーだ、ね、まあ、ウーマラシは流れ星、うん、捕まえてね、うん、ね、読めそうで読めないブランドの名前をクイズにしようって、それ熱くなるだろうよ。なんだそれはつって。ブランドのね、ロゴのあれ全部出されてくる。INGN みたいなやつがあってさ、これって意外と読めそうで読めないんですよ。こんなもん俺たちがって誰見てんだっつって。あれさ、これ、誰もドコモの番組もやってない企画っすよねって言われたんだけど、2週間前に日曜芸人で全く同じことやったんだよね。あともう一個出してたんでさ、俺が3色ショッピングでやったボケだったぜ。昼。昼なんです。水曜ジャンク。山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。とそれはもうでもさ、うん、ちょっとなんかここはぶつかることがいいのかなみたいな思ってたとかあったんかねあの時ね。なんかちょっと頭でっかちだったなって反省はあるな。本当に、うん、あのだって向こうだってさ、うん、悪気できてないですもん。本当にやろうと思ったからさ。今みたいにこう言われた通り100やるのと、50-50 と、話し合わせてくれるっていう仕事をさ、分ければよかったんだな、ちゃんと。それができなかった。でもだから本当に、ひょっとしてそれができてれば、もうちょっと変わったの、あの本当に。変わってはいなかったと思う、俺。本当？確かにさ、あの大事な時にさ、マツコさんと坂上さん呼ばれた時にさ、俺たちでも完全にシャッター閉めたじゃんか。お前さ、変だぞ、構成が。俺らも CM 前に、まあまあ言ってたじゃん。まあ、その、ちょっと熱くなっちゃった。偉そうな話よ。35ぐらいだったじゃん、当時。そうね。そのね、ちょっと経験積んじゃった俺らと、うまく合わなかったんだよ。組み合わなかったんだよ。まあ自分たちができないこと棚に上げて言っちゃったってなって。棚に上げたな。で、CM 明けで、俺たち満足あるなって言った後、坂上とマツコ呼びやがっててまたぶり返すおかしい構成が違うの棚にあげてね棚にあげてその置いた手をこう引こうとした時になんかすげえ汚れてんなってなんでこんな汚れなきゃいけないんだよつってこんすげえ手汚れてんなと思って急にまた思い出しちゃってすごいよその構成無理よでも本当にでもそれは、うん、さあ、うん、あのやまあでもやれたら、まあでも苦手だったもんね。本当に下手だったね。まあ、いや、だからなんだろう、盛り上がり方は得意じゃないメンバーが多かったね、また。
なんか、なんだろう、その、文化祭で一番目立つ男の子たちの集まりではないじゃない。うん、そうね、うん。その目立つ子たちでやったら良かったようなことが、うん、たくさんあったもんね。その流れじゃない。だってフジテレビのね、うん、ああいうコントの番組。だってもうオープニングのさ、第1回目の時にさ、うん、ね、バーっていきなり呼ばれてさ、お客さんバーって盛り上がって、泡が、うん、バーってかかったじゃん。うんうん、みんなさ、うん、口に入った泡をずっと取ってたじゃん、無言で。取ってた。抜けてたじゃん。そんなメンツだよ。あとさ、すっごいキラキラのさ、セットで、もう10代のお客さんびっしり埋めて、そうそう、あの、シャボン玉と泡がブワーって出てんのに、全員私服がダサいんだよね。ダサい。カラーが全然出てない。誰も。毎週シャッフル漫才みたいなことでよかったのかもね。本当一回シャッフル漫才みたいになったんだっけ、なんか。あったっけ、あ、なんかネタみたいなのやった気がするんだ。それはすごい良かった気がするんだ。ああ、あれじゃない、芸人さんゲスト呼んで、そのネタみんなでやってみるってやつじゃない。そうだ、そうだ。そんなんとか良かったから。そう、でもそんなさ、今は思うよね。そんなんさ、これが良かったとかって言っていい身分じゃないのにさ、集められたってだけで選ばれた感で、言っちゃってたのがぶつかった原因なんかな。まあ。でもあっち向いて言えとかひどかったじゃん。お前さ、構成おかしいんだよ。構成おかしいんで、そのバックスフィーチャーで最後の最後にもう一回タイムスリップするか。そうそう、うん。やっぱね、あの、今俺思ったの、やっぱ戻って、もっと遡って、あの、俺がかなり優位な中でビフボコボコにしたいんだよ。やっぱちょっと今思えばビフムカつくなって思ったら、やっぱ。いや、お前そんな足してこないでいいんだよ。俺のバックスザフィーチャーに。深夜に、深夜に。せっかくじゃない。いつ立たね、もう会えないじゃん。だって、ラジオ局で。頭回すなよ、めんどくさいな。そっちは、若ちゃん、それはね、若ちゃんが寝起きとかでぼーっとしてて、ね、ワードも何も置かない中で、今日大変だね、ぐらいの時だったら、俺だってそれは嫌だけど、バックトゥーザフューチャーであったりとかね。言ったらトークのリードをしてる中では、こっちだってそういうの出さないと、言われるわけよ。ああ、乾杯だったな、なんて、ね。お前さ、乾杯だったなとか、そんなこと言われてもいいじゃん、もう。寂しいじゃない。センターマイクの前でさ、ね。お前そんなこと毎晩和音さんに聞かしてんのか。聞いてくれるよ。よくこんな話毎日不毛な議論やってんだろ、和音さんは。本当。よくおかしくならないよな。ここは聞き入れてくれてるだから。だからあんなになんかこう、憑依してたのかな、宮本から君への演技。ああ、いや、あれだから付き合う前だから。あれ付き合う前なのか。ああいうのをやってたから冷静さを書いて俺と結婚しちゃったんじゃないかって。それはあるぞ。ということで、笑い飛ばしてくれよ、そのまま。笑いをピタッて止めてるのはそれであるぞ。攻撃力がすごいんだよ。本当っぽくて。いや、ラジオやってんだ、二人で、リビングで。まあまあ、それはまあね。ああ、やってんだろう。まあでも、そんななんか俺がすごい付き合わせてるみたいな感じですけど、うん、あっちもガンガンメールテーマ出すけどね。だから闇婚なんだよな、闇婚。俺闇婚なのかな。うん。でも言われんだよ、どうせあの家帰って女優いいんだろっつって言って、うん、でもそれはみんな女優ってことで見るからそうだそうだろうな。そうね。ああ、しょうがないよね。しょうがない。でもさ、それこそだからその足りない二人の時にさ、縛り上げられてる時に言ってさ、うん、いや俺さ、あの時の俺の中ではあの M あれどうあの構成では山ちゃんを縛り上げることによって山ちゃんが出てる番組とかのこととか、うん、いろいろいじろうと思ってたわけ。はん。うんうん。でも、山ちゃんの M が凄すぎて、そっちがもうボケになっちゃう。俺がやってほしいのは、ジョー様のおかげで結婚することができましたって早く言ってほしいのに、ああああそれなんか、それは仕方ない。あのね、これはもう、しょうがないのよ。だってあの、俺がさ、女王様にさ、うん、あの、漫才の中にいる女王様にね、うんうん、結婚の報告したら、うん、もう若ちゃんは俺をいじめてくれないわけよ。そしたら俺は椅子にもなれない。ね。イケアにも出荷してもらえないわけ。あれはすごかったな。このまま、イケアに出荷してくださいっつって。あれはもう、お客さんあんま関係なくなってたもんね、うん、山ちゃんね。もう、でも本当にもう、うん、あそこはもうセンターマイク、の前に楽しいだけよ。じゃ俺だから、山ちゃんテーブルかなんかにして、うん、椅子かなんかにして、座ってたよ、山ちゃんに、うん、ジョーさん。で、早く言わねえかなと思ってたの。うん、僕が結婚できましたってことを、うん、でも、全然言わなくて、ああ展開さすじゃん、俺の言葉をそれで。そうなのよ。でも、これはね、若ちゃんね、うん、あの、こうなんて言うんだろうな。言わずに、待って、うん、ね、うん、その自分がいろんなものになればなるだけ、うん、また違って、た顔の女王様若ちゃん見せるわけよ。いや、俺はそんなつもりでやってないから。ま、あ、これさっきまでね、結構一本鞭だったのが次バラ鞭じゃないみたいなこと。
ゃそれはもう漫才じゃなくて SM をやってるじゃん。それは分かったね。あの瞬間だけ空間がね、ナンバ秘密クラブになったっけ。ナンバ秘密クラブね。山ちゃん御用達の。まあ御用達のね。もう20年前か。懐かしいですよ。本当に。それは何？やっぱ喧嘩お笑いに囲まれてたから、やっぱ秘密クラブ行かないと耐えられなかったの。うん、喧嘩お笑いってなんかそんなのないんだから、さっき言ったけど。あれはね、うん。お笑い喧嘩なの、あれは。お笑い喧嘩、うん、同じじゃねえかよ。意味強くなってんじゃねえかよ。じゃあ俺さ、山ちゃんがすっごいいつも謎だなと思ってて、すっごい自信ないじゃない。ないよ。あの、自分のお笑いの腕に。ない。怖いもん。でしょ、うん、だから、いやー、あのツッコミで良かったのかなとか、足りない二人の時もずっと言うじゃん、終わった後。で、なんでだろうなと思ったら、喧嘩お笑いに囲まれてたからかなと思うんだよね、環境的に。麻痺しちゃってどういうこと？いや、だから、なんかこう、あのツッコミはないわ、みたいな話を毎日してんでしょ、うん、あ、弊社？そう。まあ、でもお笑いに対してはなんかこう、なんかいろいろこう、議論することが多い感じがするよ、周りに。そうでしょ。だからその中でさ、うん、俺のではこれでいいんだろうかってずっと思ってきたら、からかなと思うんだよね。いや、でも、なんか、そんなことって俺、足りない二人でしかやんないもん。あ、そう。うん。あ、そうなんだ。何回言うんですか、まあ、それ反省としてこのワードがいいなとかあるけど、なんかそれは自分をもっとよく見せたいとか、自分のいいツッコミもっと出したいっていう考えだけど。あ、出せたのにとか。そう。だけど、足りない二人の場合はさ、ここってもっと俺が、何秒か短く、ワード、文字数ここでやったら、もっと面白くいけたのにっていうのがめっちゃ良かったの。あと、すげえ邪魔したなって俺めっちゃ思ってるのが。いや俺でもオンエア見た後、俺はもうマジで、いやー、落とし方だけ。ずーっと考えてる中でやってるから、山ちゃんがいいことを言ってんのとか聞いてなかったのよ。それはそれでも。めっちゃいいこと言ってたね。オンエアで見たけど。どことか、ツッコミ縛り上げられた時？いや、なんか、ツッコミもそうなのよ。あ、こんな例えツッコミしてたのかって、俺聞いてない顔してるもんね。あ、確かに、刺さってない感じしてるから、うん、それも結構傷ついて。俺の中で好きなツッコミ何個買ったから、それ。いや、で、それはさ、余裕ないよ、こっちも。そうだよね、それそうだね。押しちゃったから、ボタンを。あ、そう、お前のせいじゃないか、それだから。いや、だから、それをだから構成を先にね、みんなスタッフさんは最初に30、まあ、少なくても30から1時間ぐらいの打ち合わせがあってボタンを押して、せめて構成流れを教えるっていうくだりを無視したせいで起きたことじゃんか。だったらもっと聞いてくれてたら、俺いつこれやったんだよ。いや、わかってるよ。お前もういいだろ、それ言われんの。どうせリスナーも山ちゃんすごいって言うんだよ、どうせ。いや、俺が言うと山ちゃんのすごいに具体例が最近ついてきてないのよ。そうなってくるとさ、ね、分かった分かった、お前はすごいな。よくこんなのリスナーでいられんな。こういうのを応援してくれるのよ。お前、それはお前が言っちゃダメだよ。これ俺の仕事だから。ありがたい。お前は自覚しちゃダメなんだよ、それは。自覚させたらそっちだろうよ。何か話したのか、これで。橋本環太郎に行くなよ。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。ヘラヘラすんじゃないよ。すいません。足りない二人のさ、さよなら足りない二人のライブの後さ、和本さんにさ、どういう感じで話すの？何がどういう感じ？ライブから帰ってくるわけじゃない、旦那が。なんていうの、まず。いやー、やったわ、ぶちかましたわ、みたいな感じなの。いや、もちろんもう、何よりもまあ、まあでも、打ち上げベロベロだったからね、俺。あ、そう。なんか気持ちよくエゴサーチしてたんだってね。あれはね、むちゃくちゃ気持ちよかったよ。そりゃ。いい酒。いい酒よ、それはもうみんな周りは鬼ほどのイエスマンよ。そりゃ。それが嫌だったのよ、打ち上げで。でもあの後さ、ライブの後、なんか変なライブだったのよ。俺も感じたことない感じで。いや、ほんとそう。だからこの後、山ちゃんとしらふっていうか、プライベートの感じで喋れないわと思ったわ。どう考えても。いや、そういうさ、うん、繊細なとこずるくないなんか。いやいやいや、いや、そのさ、喋れた？あの後俺と。いや、だから、謝ろうと思う箇所があったから、それはまず謝るとかも。いや、それはもうよかった、行かないで。あそこ赤ちゃんごめんねとか言われたらもう。それ言うよ。もうウイスキーぶっかけてたね。そしたらさ、再びスタート SM ショーの。いや、お前は無敵じゃねえかよ。いや、だから、9ヶ月ぶりにさ、始まりの時にさ、幕がバサーって落ちたじゃん。
あの時に俺ね、ちょっと透かそうかなと思ってたのよ。俺は多分透かしてくるなと思ってた。でしょ、うん、俺のやり方として。もう体力的にね。でも、なんかこう、あの、和音さんと結婚した山里亮太に初めて会うわけじゃん。うん。それ本当面白が詰まった水風船みたいに見えて、もうなんか、すぐもうボタン押さないと、もう、なんか叫び出しそうになっちゃって、面白い水が詰まった水風船に見えたのよ、山ちゃんが。もうすぐ、針でつってバシャーンってやりたくなっちゃって、これでもネタ作りなんてとてもできないと思ったね、顔見た瞬間に。いや、だってその、なんかが、こぼれ出てくる、うん、溢れ出てくる感じがあったのよ。うーって。あの、で、漫才中に関してはさ、完全に赤ちゃん、うーんっていう時あったじゃん。あった。怖いね。2本目に行く漫才の直前だからさ、あと、俺あんな赤ちゃん、初めて見たけどさ、うん、逆から、それで別の方からさ、上手下手別から出てくるじゃない、うん、で、俺はさ、赤ちゃんが勝手にまた2本目やりたいっていうさ、イカれたこと言うから、うん、どうすんだと思って、うん、あとね、1本目の漫才の反省で、絶対このライブはそれ成功するって分かってる中で、うん、まだやりたいないってやって、2本目始まる。俺、不平不満だからさ、うん、舞台上立ってさ、うん、どうなんだよと思って見た逆サイド見たらさ、両手振ってたもんね、俺ね。そう。ぴょんぴょん跳ねながらさ、両手でさ、俺に、なんか、それ、さ、うん、誰も信じてくんないのよ、若ちゃんの人間性。ちゃんと証拠取ってんでしょ、フルーの方で乗ってんでしょ、あれ、フルーの、撮ってて、フルーのなんか完全版の方みたいなやつだと、映ってるらしいよ、それ。行かれてるし。怖かったわ、あの時。本当にジョーカーだったわ、あの時。あ、殺されるんだ、この後。集中してたよね。めっちゃ集中してた。2本目の漫才に向かって。うん、もうだってさ、わかんないで、しかもさ、うん、あの、一本目も本当にその、食らいついていくだけで必死だったのにさ、これが二本目でまだやりたいことあるって言われたらドキドキするしさ。で、あとさ。なんかあの後反省会で終わって、皆さんありがとうございましたは、もう無理よ。反省できないよ、あんなことをやったぞ。まあ、そっか、まあそれでも、だから反省することないじゃん、そっちはだってさ。いや、一個あったのよ。その手こきの卒業式を忘れたと思って。忘れていいんだよ、あれは。手こぎの卒業式だけは、なんか真ん中辺で浮かんで、うんうん、で、俺は多分山ちゃん、返せるだろうなと思ったのよ。まあ、ベタな設定だけど、卒業式っていう。まあね、卒業式ね、うん。だけど、あの、なんつうの、あの、卒業式の設定って。掛け合いかな、うん、楽しかった、うん、みたいな、うん。そうそう。運動会みたいな、ね。そう、うん。それを手こぎでね。うん、で、それで、あの、カットしたんですよね、地上波では。地上波はやっぱダメってなるらしいね。手こきはね、当たり前だろ。当たり前だろ。そんなの。踊る、俺さ、スタッフさんからさ、あの、真面目な顔、安島さんから真面目な顔でさ、うん、山ちゃん、あの、テレビやっぱ手こきってのは NG だから。俺にそうすげえのが手こきってる NG だからって、あの時だってさ、うん、ね、俺が危機としてね、手こきの話したわけじゃないのにさ、俺も、ごめんね、山ちゃんの必殺技封じちゃってみたいな空気で。恥ずかしいったらあれじゃん、もういい大人がさ。でも俺たちも手こき嬢には感謝だよな、30代をさ、あの方々のおかげで走れたよな。走れたよ。本当にさ、ね、若ちゃんのさ、行きつけのところでさ、あの、プロフィールにさ、好きなお笑い芸人っていうね、とこにさ、俺のことを書いてくれる嬢をスクリーンショットして送ってくれたあの日。で、俺だから好きなタイプ、山里、南海キャンディーズ山里って書いてある女の子は必ず指名してたもん。え、若ちゃんが？うん。どういうつもりなの？いや、やっぱりなんかその、なんだろう、山ちゃんがタイプってことは、ちゃんとツボ押さえてるだろうなと思って、いろんなことの。うん。うん、だからやっぱ指名してみてた。え、違うね、若ちゃん。うん。俺のことが好きってことで、まあ言ったら感覚が似てるっていう。うん、ね。その、お笑いとかそういう生き方の感覚が似てるってことって、こかれるときあんま生きてこないだろ。そこは逆にそのなんて言うんだろう、自分に近くない存在に距離がある、距離に比例して、ぐっとくるだろう。そうでしょ？いや、俺それで、そういうのも含めて、今みたいなこととかも、帰りの車でさ、あの横浜からのさ、いやー、手こきの卒業証書授与もできたなーとか思いつくのよ、帰りの運転してて。で、もう。あそこからね、俺が卒業証書もらえる予定だったなと。そう。あ、じゃ、てか帰りに思いついたの、それ。あれ、大喜利のさ、ライブとかでも帰りに思いつくじゃんね、答え、いい答え。あ、この技だったら絶対ってのあるもん。それがすげえいっぱいあって、で、ライブ終わって2日後ぐらいにも設定とか思いつくのは悔しいね、あれね。
あ、やっぱそう、じゃあ、ずっとさ、昔からさ、昔でも、足りない二人がさ、あの、しばらく空いてる時期あったじゃん。うん、その時もさ、うん、定期的にさ、LINE、うん、でさ、うん、あの、面白いのが思いついたっつってさ、そうそうそう。やりたい設定思いついたっつってずっと送ってくれてさ、ずっとこう、気持ちをこう、くすぐり続けてたじゃん。うん、そう。それで、なんかそういうのがあって、うん、であの、手こぎの卒業証書、卒業式だから、うん、卒業証書授与もあった。その卒業証書は、うん、あの、全部、その、うん、ほら、スッキリの見守りの後さ、うん、直行で手こぎ行ってた時あったじゃない。一時期あったよ、それは本当に。今俺がね、スポーツ紙に取られたらね、山ちゃんスッキリだとスッキリって一面になるだなって思いながら言ってる時期あったよ。俺ね、その話大好きなのよ。スッキリの後スッキリって必ず言うじゃん。うん、絶対そうなるって分かってたんだから、俺は。俺それすっごい好きなんだよね。で、それで、スッキリを匂わせたかったの、卒業証書の中で。あなたは、うん、なんか、スッキリの後、スッキリして、うんで、天の声ってこともかけて、なんか、天にも昇るみたいなこともかけれて、で、その後、全部、日テレの番組名を混ぜた卒業証書にしようと思ったの。すっきりした後、雲の上でバゲットを食べみたいな。あ、そう。いろいろ全部出して。そう、全部言って最後に、校長、宮根誠司って言いたかったんだよね。それが、もう絶対やりたかったのに、くそーと思って運転したから。卒業証書破れてるよ、その本。渡された瞬間に。え？荒れた高校みたいな会社乗ってる。校長の前で。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。あのさ、うん、足りない二人のさ、うん、その二本目の漫才でさ、うん、俺縛り上げられてさ、その、言っても、うん、こういろんな、こう俺の中での、うん、その時の思いとかさ、うん、いうシーンがあるんですよ。これ見てない方分かんない。いいこと言ってたわ、オンエアで見たら。そうか、あの時はもう若ちゃんもう展開とオチ行かなきゃいけないからね。やばいよ。オチ決まってないの。オチ決まってなかったんだもんね。と思って、うん、でも考える時間が欲しくてっていうのもあんの、うん、あれを任したのは。じゃあさ、うん、なんかこう、俺たちの長年の関係性から、うん、このね、トスを上げれば、山ちゃんは今、ああいう自分のこう心を吐露するっていう、スパイクを打つんじゃないかなっていうのとかじゃなくて、うん、いや、吐露して、その、吐露した後の俺の第一声で、おい、若林って、言うのを、山ちゃんがやってくれるだろうなと思った、うんうん。でも、あ、なるほど。ヘリコプターで落とそう、もう一回って、うんうん。なんかね、ご指導ごめんって落とすには、ちょっと予定調和かなと思ってたのよ、うん、やりながら。あの、俺のね、会見での挨拶をずっとギャグだって言い張ってるあれね。ギャグだもん、あれは、ね。ギャグじゃねえんだ、あれは。一応。ギャグだらけで、正式な場所みんなギャグだらけだ、そして。一番笑ったけどね、ご指導ごめんだって。あそこ笑う好きねえんだよ。相方にぶん殴られるところで一番笑ってほしいんだよ。あ、そうか、あそこもね、よかった。うん、あ、そう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 、それで、その、吐露して、っていうことで考えてたから、後半聞いたらなんか俺も感動しちゃってさ。うん。それでなんかうまく、なんかボケが思いつかなかった。だから、狙いとして吐露は合ってたけど、でも合ってるけども、その吐露がいい感じに刺さっちゃった。刺さっちゃった。いいこと言ってたもん。いや、あれは。オンエア見たら。だから、それがさ、はい、足りない二人さ、さよなら足りない二人やるっていうけどさ、うん、まあ、若ちゃんとも会えない。どんなことするかも教えてもらえないって言ったからさ、うんうん、でも、絶対、うん、若林は、うん、俺が結婚したことを、うん、そこの弱点を狙ってくるだろうな、って、うん、ずっと考えて、この弱点を狙ってきた時のカウンターをずっと考えてた、うんうん、はい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 。それをずっと考えてたわけ。うん、カウンターの、こういうワードでとか。うん、で、そこを詰めてくんだったら若林のこういう動きとか、こういうのも、ダメなことじゃないかって言って、うんうんうん、結婚ダメなことの前提でカウンターを山ほど用意してたわけさ。思ってたよね、山ちゃん。うん、で、それをずーっと考えて、うん、まあ考えては、まあ、うん、それこそワンオンさんに会い喋り、うん、で、結婚した時に考えた時とかに、ふと思ったのよ。うん、あれっつって、うん、俺、ここをダメ弱点として、うん、それ前提で考えてるって、うんうん、何やってんの？これでいいのかなって思った時に、考えたら、あ、俺、うん自分がもう亡くなった武器を必死で、うんうん、もうボロボロのはずなのに、うん、それで戦うために、うん、でもその武器ボロボロっていうのを攻められた時にどう返したらいいかって考えてるけど、うん、もう違う武器見つけなきゃいけないんじゃないかって、うん、でも、それを宣言することってめちゃくちゃハードル上がるし、うんうん
で、若ちゃんがそれ求めてなかったら、ちょっと恥ずかしいしな、とかっていう悩んでる時期があって。うん、ああ、過渡期ね。そう。うん、山里の過渡期、過渡期って他者から言われると照れる。で、それで、あの流れになった時に、うん、で、俺、どっかで、うん、自分がその周りからもすげえ言われ、なんか言われてたし、はいはい、やっぱ言うのよ。その、妬みそのみで生きてきた人間だから、もう何もなくなるのに、これからどうするんですかねみたいなこととかを、周りでいろんなところで言ってる時に、確固たる反論がなかったけど、ひょっとして、それに対する反論じゃないけど、こう、姿勢を、ちゃんと見せる場を、今回、さよならの2人に使いたいなと思ってた、どこにあの場所だったの、なるほどね。だから、俺、その、山ちゃんがその弱点だと思ってんのも不思議で、うん、だって、なんかその何闇、あと気にするじゃん、山ちゃん。周りがね、そうやって、うん、まあ、ほんと一部やろうけど、うん、闇がなくなるとかいう人のこと。でも闇と闇で結婚してんだから、なくなるはずがないんで、酷なんだよ、むしろ。闇と闇で喋ってんだから。漆黒になるわけ、うん、で、俺はもう最初から思ってるから、うん、なんかあんまり、なんか、あまりにも結婚イコール超、まあ、まあ、超幸せなことだとされてるよね。うん、そうね。それはいいんだけどさ。うん、あの、いいんだけど、だから、結構このラジオ聞いてて、あの、ほら、愛子さんと、しずちゃんと3人で泣いてたじゃない結構、あのね。あ、みんなニヤニヤ喋る。俺はめちゃ冷静に聞いてたからな、あのラジオ。なんか、なんか、七輪でなんかキノコ焼いてんのかなと思ってたの。みんな泣いてるから。煙で目に入っちゃって。七輪でキノコ焼いてるラジオだったら、それはやっぱ伝わってないな、ほんとすごいよ。あとあのなんかボスのあのリスナーの飯屋行ってなんか励まされた話も俺あれ嘘じゃねえかなと思ってんだよね。ダイモンにあんだよその店が、連れてってやろうか一回。ダイモンの美味しいイタリアンだよ。こんな素敵な話よ、本当生まれんのかな生きててと思って。生まれた、だからこそああいう感じになったのよね。でさ、本当に泣いてた、愛子さんとしずちゃん。泣いてたよ。でも外見たら宮崎プロデューサーもギャン泣きしてさ、でそのギャン泣きしてね、宮崎プロデューサーが泣いて何落ちまえとか、これをギャラクシー賞の候補に提出しようとしたら落ちてやがった。いいねいいね、恥ずかしい。よしよしよし、嬉しいな。恥ずかしかった。王で取ったの、ギャラクシー賞。いや、取ってないでしょ。候補入ってでしょ、うん、あ、まだこれからなんだ。取ったら自慢したいな。たまんねえよ。恥ずかしいわ。許可取られてさ、宮崎さんから、いや、じゃあ俺本当にあの日の夜が最高だと思うから、ギャラクシー賞の方にね、お願いしようと思ってんだよ。いや、でもなんかね、私事なのに、まあ、大体ああいう時さ、私事なのにそんなにいいんですかねって言ってる時には、ゴーサインじゃない、そんなもん。ね、俺もそろそろ箔が欲しいわけよ、ギャラクシー賞みたいな。落とされてやがった。落とされてんの。そりゃ落ちるよ。同じタイミングが出してんだ。うちが落ちてオードリーが受かってんの、やってらんねえな、お前。いや、ギャラクシー賞も思ったんじゃない。何がキノコ焼いてんのかなっつって。キノコ焼いてんのかな。じゃあ、ギャラクシー賞くれ、お前。七人で。ラジオで七人でキノコ焼いて、聞けば見えてこないってどういうことだよ、これ。下手くそすぎるだろ、バサエティが。なんで回し出してよ、頭。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。むつみさんも本当引っ越してないんだろ、あれ。引っ越してないよ、お前。なんで俺が引っ越したよなんてことをあいつの代わりに言わなきゃいけねえんだよ。めんどくさいな。本当にあんの、その大門のお店、そのビデオガール的なことじゃないの。ないわ。ビデオガールの姿は俺の心じゃ見えねえよ、多分。本当に。極楽が見えないよ、俺には。お前じゃ、はい、今からちょっとさ、あるコーナーやろうとしてるんですよ。あ、はいはいはい。がっつり集英社の話やめてくれよ。ごめん。そうか。それを申し上げて。俺はスピリッツ派だったからね、ちょっとね。そうだ、うん、俺もそうなんだよ、マジ。行くよ。うん、スピリッツ、今週の急にあの人が答えたら、神奈川県ラジオネーム、チワワの空振り。丸山桂里奈さんの答え。2020年も共演したタレントにあげる用の駄菓子を買い占めたいです。駄菓子テロ食らってるでしょ、ガチャガチャ。すごいよね。やめないもんね。やめないわ、でもそれが結局本とかでもなってるしね、あの人。ねえ。今日あったな、さ。あ、そう。うん。山ちゃんのことね、ほんと好きなんだよね。うん。でさ、漫才を使ってさ、うん、俺と、まれまれの、言い中にしようみたいな、なんかあったね、下りね。下りがあったけどさ、うん。今日もなんか、うん、一番今まででいい棒状のもの見つけました、つって、でっかーいマーブルチョコ持ってきたわけ。でさ、棒状。そう。でさ、もうなんか、俺もなんでちょっと、朝緊張してたし、ちょっとあの、漫才前だからかかってたのもあるけどさ、丸山狩りな相手にさ、ちょっと食ったさ、突っ込みちゃったらね、うん。で、こう、そのもらったものそのままね、
って時計見ながらさ、うん、まだクーリングオフ期間中ですね、なんて言って。返したらさ、丸山からさ、え、栗ご飯って言われてた。相手選ばないとやっぱり、クーリングオフ。栗ご飯って何ですかって言ってしばらく楽屋に居座る地獄。さあ、ラスト。神奈川県ラジオネーム、ミクロミッツァ。ミルクボーイの答え。コーンフレークに飽きたので、チョコアがいいですねって。コーンフレーク。株価上がったらしいよ。あ、そう。ケロク。ね。あ、そう。すごい、ね。まあでもそうだよね。あれはすごいね。ミルクボーイがさ、うん。マカちゃん、見ててどうだった、うん、いや、もう、なんだろう、あれはさ、自分が逆立ちしてもできない漫才じゃない。ああ、まあなんか、もう、すごいいいなーって思って。あれができるって相方と。そうね、うん。でもさ、いたこの漫才さ、うん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 。面白いじゃん。あの、そうすげえさ、うん、やっててめちゃくちゃ楽しくない？だってあれ、うん、フルジャケだと1時間ぐらいだっけ？ 30分ぐらいかな。うん。でもできるもんね、いくらでも。まあね、あのシステムならね、うん、なんかもうその4分で短距離バーッと走るって感じじゃないじゃない？お互い作り方が。それもう4分短距離無理になってこない？無理になってくるよ。あれ。ね。うん。やっぱすごいもんね。現役の走りの人たち。だから、ここ俺さ、同期みんな言ってんだけどさ、テンポがさ、若い時の見てみ、ちょっと遅くなってんだよね。え、今と比べて、昔の方がまだちょっと早いってこと？ちょっと早いんじゃないかな、南キャンも。あ、ただ4分、4分っていうのもあるけど、あるけど、ちょっと見てみ。ちょっと入りとか早いと思うよ、昔の方が。うん。確かにな。遊ぶってことできてなかったもんね、昔。そう。いや、もしかそれもあると思うし、若さとかだったら嫌だなと思ってるけど、でもやっぱテンポってそういうのあんのかなとか思うよね。変わってきてんだろうね。ラジオとかもちょっと早くない？若い時の方が。10年前どうだろう。めちゃくちゃ詰め込んでたよ。一生懸命。あ、そう。台本に書いて俺も早かったもん。あ、それはなんか、わかる。そういう話さもあるよね。うん。でもあんのかなとか思うよね。あると思う。言ってもさ、じゃあ、今のスピード感の方がさ、漫才楽しいと思う時多くない？楽しいと思う時多い。今の方が楽、あと楽しませてやらせてくれるよね。そう。番組も。そう。だって、あんだけ尺くれたりとかさ、いや、まあ、もう最悪編集とかすることもあるかもしれませんけど、みたいなこと言いながら、どうぞって言ってくれるとこ多いじゃない。くれるもんね。あとあれじゃない、しずちゃんもアドリブ言うようになったから余計楽しいんじゃない？それはね、ありがたい、楽しい。昔アドリブ許さなかったのは山ちゃんなんだけどね。そうね。そういう体制でやってたから。手におはま違うだけで怒鳴り散らすからね、俺は。そう、いや、自分から言ってくんだね、それね。うん、これに関してはもう否定はしない。そらがんじがらめアドリブも言わなくなるよっていう。今お前はね、今あんだけ楽しそうに漫才やってる相方見ると。本当だよなぁ。春日大丈夫これ。春日なんか、だからね、アドリブ入れざるを得ないシステムにしてんのよ。あー、うん。もう、すごい、コント55号じゃん、ありがとう、もう。それが、コント55号ばっかり見てたの、ネットで。あ、そう。いや、30本、40本見たと思うよ。もう自分たちが楽しくないと嫌だなと思って、なんか、それで、多分ほとんど見たと思う。すげえな、ムッキムキの二郎さんじゃん、あれ。いや、っていうかさ、うん、萩本欽一さんってさ、うん、クレイジーだね。いや、らしい。でもネタなんかはそうでしょ？だって、見てて気づくの？その、クレイジー。ド S もド S で。そうでしょ？だって。ぶっ飛んでる。あれで舞台上がってて、あれは、あれちょっとぶっ飛んでるあの人。二郎さんに無茶なことバン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 振ってって、でも二郎さんがそれに答えてくるでしょ？そうじゃん。だからなんか、イメージさ、うん、家庭のさ、お茶の間笑いのイメージ、なんか俺たちの世代と見ちゃうじゃん。金ちゃんの平和の笑いをたけしさんが、うん、とかがこう、ひょうきん族が。うん、いやー、行かれてるよ、金ちゃん。めちゃくちゃ尖ってんの？尖ってる。あれを、あのシステムで、うん、あんな、なんか変化球のシステムないと思うよ。それが、その、な、スタンダードだったって、変な時代だと思うし。あんな、二郎さんたまんないよ、あんな。何でもできない、あんなの。ずーっとこう、無茶なことされて、急に目の前で。意地悪なふりすんの、それで。多分思いついてんだと思う、その場で、金ちゃんさんも。お前もやってたけどな。あ、でも、だからできたのかも、足りない二人も。あ、それで下地があったんだ、こう、その、なんていうか、脳内に浮かんだ、うん、こいつってこうやって困ったら面白いだろうなっていう、そう。続々をそのまま出してってこと？そう。だから、安島さんがまず俺に先に確認したんだと思うんだよね。これって、9ヶ月会ってないっていうのもありますけど、うん、一切会わずに当日ついけますかねって、うん、いけますかねって聞いてくるときには演出決まってんだけどね、もう。それでやってくれっていう提案だと、うん、そうで、それをさ、いやって言えないじゃん、うん、で、俺はこう
いいで面白いっすね。つって。で、言ったの。ただ、山ちゃんがノーって言ってくれるだろうなと思ってたの。だから、やっぱ、どうにか時間作って、まあ、1回2回は会えるかなっていうスケジュールだったら3週間くらい前だったじゃん、始まったのが、あのね、やるよっていうのが。でも山ちゃんもさ、それ飲んだっていうさ、帰ってきてさ、舐めんな、あの野郎って思って。あの野郎の対象どっち？こっち？山ちゃん。俺はだってもう、それが、だってもう、決定事項で降りてきたもん、俺のとこには。そうなの？そうよ。どうやって聞いたの？第一声で。まあ、安嶋さんから、まあまあ、もう、この際とかもう会わずに。うん。そうやってこと。でも、若林くんはもう快諾してくれてると。いや、快諾、だからさ、変な龍馬ビジネスやってんだよね、あの人。そっか。俺は快諾ではなかったよ、さすがに。おいどん、それは聞いてないでおこすよ。で、滑れないじゃん、うん、我々。そうよ。だから、もし万が一があんじゃん。お互いのギアクルーだけでさ、その日のアドリブだったら。たださ、でも、あの、まあ、安嶋さんの中にもあるし、でも俺がそれを引き受けたの中には、やっぱ、足りない二人でずっとやってきた中で、その回があったでしょ？あの、もう、今日も時間がなすぎて、もうここで作ってやる。あった、あった。ね。で、それがあったから、俺はその日のことを思い出したわけさ。ね。舞台上で、ちょっと会議して、こういう話を、こういうの展開しようって言って話してやる。その、あったから、若ちゃん、まあ、正直、もう、全幅の信頼があって、これがもう一回できるんだったら、あの続々、あの楽しみができるね。舞台上で会議して、ああ、こんな脳内俺に見せてくれるんだ。あ、じゃあここには、今日用意してきて、このワードは当てようとかっていうのは、あのやりとりをしてできると思ってたら、で、その打ち合わせを取っ払った瞬間に殺してやろうかと思ってた。でも俺はやっぱ面白い水が詰まって風船に見えたから。面白い水じゃないよ。ね、一生懸命汗水垂らして、ね、ノートにびっしり書いたツッコミワードを詰めたただの袋。その袋。てか、あの漫才のタイプでよくそれできたね。多分こういうこと言われるんじゃないかな、みたいな。むちゃくちゃ考えて、こういうこと言われるんじゃないかな。だから、なんか、その、何なんか、なんか、山ちゃんが結婚して闇がなくなったみたいな。うんそんなダサいいじり方しないよ、俺は、山ちゃんに、うん。そう、ダサいいじり方してこないと思ってたよ。本当？うん。それは分かってたけど、ワードはやっぱりいっぱい用意してたけど、全然使えなかった。使えなかったでしょ。使えなかったー。あの展開になると思ったらしい。なんか最初それをふんだんに使うよって目をしてたから、潰しとかなきゃと思って。それだな、確かに、俺のその大事なさ、いっぱい言語書いた、紙が書いたさ、袋の中にさ、水ブーがシャー入ってきたから。うん、それで、それが水すぐ風船みたいになったんだ。そのノートに書いてあるみたいなのやめろってオンで言ってたもんね、漫才の中で。あれさ、若ちゃんさ、俺の性格知ってると思うけどさ、あれすっごい嫌だからね。そうだよね。傷ついてるよ。あ、一回コーナー閉めなきゃいけないのか。あ、そうか。今コーナー中だったんだ。そうだった。申し訳ないです。ということで、次回はですね、1月6日月曜発売の6本のスピリッツ撮っている、今週の急に誰かになりきって回答してください。メール、ふもー @tbs.co.jp まで待ってます。皆さんも今週のスピリッツ撮ってご覧ください。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。懐かしいさあ、TBS ラジオからお送りしてます。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。スペシャルゲスト、この方です。オードリー若林、お願いします。ありがとうございました。ね、エンディングですよ。うんエンディングね、うん、もうね。さよなら足りない二人ね、ありがとうございました。あの、一応お伝えしておかなければいけませんから、はい、時間内で。あの、このさよなら足りない二人の完全版、今、Hulu で配信中、うん。あの、今日喋ったことなんかもですね。そうだね。ねあの、思い出しながら見るとまたすごいなと思いますけども。はいはい、あとさ、うん、あれらしいよ、うん。恥ずかしいのはさ、うん、さよなら足りない二人のグッズ作ったじゃんか。うん、T シャツとかいろいろ。今さ、日テレの店でさ、うん、通販なのあれ、うん。なんかね。で、福袋っつってさ、グッズ用の福袋詰め合わせみたいに作ったって、うん、全然売れてないダサいわそういうの。いやだいや、それは残念な話だね。ぜひね、また一人でも多く見ていただいて、ああ、これっていう方はよかった。そうね。うん、え待って、うわ、それ知りたかった。え、数限定で言ってんの?600個限定で全然売れてないの最悪だよ。そんなもん。あんだけ映画館埋まったのに、600個限定が売れないんだね。映画って込みで1万何千人入ったでしょ?1 万5千人。絶対売れないから。うわそういうのはいらないっていう人たちなんだろう。まあありがたいね。漫才だけ聞きたかったんですっていうのは。うん、いや、でもさ。確かに。うん、これさ、うん、それね、いっぱいさ、うん、出てくるわけじゃない、うんうん、あ、そう、あと俺謝っとかなきゃいけないなと思うとこも先言っとくとさ、うん、あの、
俺、うん、自分のちっちゃい笑いに持ってって、うん、あの若ちゃんが作ろうとしたの潰したのがあってさ、なんか、うん、パンパンティーをさ、うん、洗濯の時にさ、なんかパンティーお前盗もうとしてるだろみたいなのにあの洗濯係ね、そう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 、うん、それを俺が 言ってさらに、うん、そういうのは俺のだよみたいなツッコミしたのが、うん、あれが浅ましかったよね、あれ。いや、そんなこともいいよ。あれがね、あれは普通にもっと聞いて聞いて聞いて、若ちゃんが提案して、これですよ、ボケっていうところで突っ込まなきゃいけないのに、俺は勝手に今自分の自虐のフックがそこにあると思って、そこにぶら下がりに行った自分の安さが嫌い。いや、それ見て、フルで。いや、それはいい。安いんだよ、あのボケ、俺の。俺の安いボケ。覚えてないけど、なんかあれだよ。多分、稽古してないからしょうがないよ。稽古したらケツだもんね。ケツわかんないけどね。ケツが、その、そこに行かない。そうだよね。じゃあ俺悪くないか。ごめん。悪くないよ。撤回です。あじまさんが悪いんで。そうね。このシステム作って。そうそうそう。いや、だからさ、あと、本当にもう、あとさ、うん、これ、若ちゃん、今回のさ、さよなら足りない二人の漫才はさ、うん、ひょっとして、うん、若ちゃんも結婚したじゃんか、はいはいはい、急にね、はいはい、あのわけわかんねえ芸能人と結婚するって空気俺に出しやがって電話で、そう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 考えちゃったでしょ、考えたわー、あの後さ、俺山ちゃんに対してだけさ、うん、山ちゃんいろいろ考えてんだろうな、なんかあのちょっとあの名前はまだ言えないんだけどって電話したんだよね俺、そうで名前まだ言えないんだけどつって、いやもっと具体的に言ってんだからこっちに、あ、まああの感じ的にはそう山ちゃんと同じ感じになるだからさ、山ちゃんかっこよかったよ、俺がそれ言った後。オッケー、わかった。失礼した。ただ分かったけど、オッケーだよね。全て感じ取ったんだよ。100をね。で、大事なラジオでね、それが大好きだなって。俺は恥ずかしいよ。オードリーの日本さ、ね。誰なんだろうとワクワク聞きさ、待っててさ、ね。始まる前なんかさ、ね。もう本当に何も知らないみたいなつぶやき入れてんだから、一回。え、どういうことみたいな。若ちゃんがさ、伏線引いてるわけよね。バーって振り入ってさ、その、今までね、ずっとラジオ出てきてさ、見えないね。あ、いないはずの、あの、彼女嫁が見えてきたみたいな、ね、のとこ、ちゃんとこの、振ってて、俺は知ってんのよ。ああ、若ちゃんこの流れで結婚言うんだなって分かってるけど、こいつ本当にどうかしちゃったんだな、みたいな。ちょっと俺も、ね。エッセンス足してみたりしてんの、ね、?SNS で。それで得意だからね。うん、そうなのよ、そうなの、うん。いただいたものをちょっとエッセンス加えてね、皆さんにとこう食べやすくするって俺一番好きなんだから、ね、そうそう。それが大事って気づいてきたの、始終に。ね、でさ、やってたら、ね、芸能人じゃなくて、普通に。言った後さ、山ちゃんだけだったらいいんだけどさ、ワンオンさんまでさ、考えさせちゃってたらさ。考えたよ。申し訳ねえなと思ったら、なんか一緒に話してたんだってね、二人で。と喋ってたよ。それが申し訳ない。それだけ本当に謝っといて。あ、ワンオンさんはめちゃくちゃ喜んでたね。うん、いや、よかったと思う。で、で、インスタのさ、若ちゃんの写真さ、目元グーッとアップしてさ、えつって。すごいな、それ。めでたい、めでたいっつって。ね、めでたい時はそばだっつって、うん。どうしよう、そばがないっつって、UFO があったら UFO 食ってさ。よかったねって言って。それで、ね、一般の方ってなっちゃったからね。うんうん、でも、それでも、ワンオンさん、それでもめでたいっつって。はいはいはい、言ってくれたのね。そんなありがたいな。でもさ、うん、すごいさ、結婚の後にさ、全部が繋がってくる若ちゃんがあの漫才の時にさ、はいはいはい、言ってたこととかも、うん、あ、あれって俺、だから、だいぶ悩んでたね。漫才やりながらも。あ、そう。言おうかな。でも、邪魔、あの、結婚が決まってたらいいんだけど、うん、婚約または入籍が。そしたら言ってたけど、なんか付き合ってるってあの漫才の中ではどうにも料理できないから、やっぱり漫才を取っちゃったよね。パク。違う違う。違う違う。今んとこの返しは反省して。お前カッコつけてんじゃねえよじゃないと俺は成仏できない今日のラジオ。俺これ大反省だよ今日終わった後。バカだな。お前はバカだ。反省。本当に。何個目ちょっとスタッフルーム残るわ、反省で。タオル頭からかけて。マイケル・ジョーダン !23 万。いや、俺今のはいらなかった。ごめんごめん。皆さんお聞きの通り、こいつはね、漫才と結婚してるんですよ。いらない、いらない。誰にも響かねえ、そのクーは。Can you celebrate だよ。誰にも響かねえ、そんなの。俺と若ちゃん、いや、それ聞いてみたら、ひょっとしたらよ、うん、まあ、ね、若ちゃんが結婚した時にね、うん、で、あまりにも本当にも、見直してみてさ、大変な人見直してみてさ、うん、俺、あれこの漫才、俺は本当に、正直、生涯でも、うん、もうトップクラスの楽しい漫才だったけど、そうね、俺もそうだわ。めちゃくちゃ楽しかった。うん、楽しかった。あの漫才、うん、若ちゃんこの、ね、まあ、全然、ラジオが
大野井の女ポンというね、あのリスナーの大好きなのわかるけど、うん、その、うん、そこのゴールに向けての、うん、こう、伏線として、使おうとして、うんしてんじゃないかなって一瞬、空を見た夜はあったよね。お前よく空見てんな。空はいいよ。空はいいよじゃねえよ。お前嫌いだってだろ、空とか載せるインスタグラマー。これをセピアにしてさ、行間バッチリ開けてさ、お前漫才かなで。これが成長ってやつだよ。誰が成長って思うんだよ、そんなことよ。多分いいねをくれ。そこはさ、うん、大丈夫だったの？その別に。足りない二人は、オードリーでは出せないことをずっとテーマにしてやってきてたから、うん、それはないね。あれはあの日で、もう、ほんと全部出し切ろうと思ってたね。はぁ。あ、もうこの日からつまんなくなったなって言われてもいいなぐらいのことを思ってたから、異常な一日だったよね。異常、変な気持ちだ。もう全部ワンデーだったし、ライブも何人公演やるんじゃなかったし、うん、もうこれで、もう全部と思ってた、あの日は。だから、と、途中でだから本当になんか何度かあっても山ちゃんを本当にぶっ飛ばそうかなとか、グーでとか。これ。いや違う、あのさ、ボケとかツッコミのカテゴリーじゃない暴力何回かあったよね。何回かあった。だって、あったあった完全にさ、俺もそれで火ついちゃってさ、お互いがなんか殴るとかちょうど重なった時期あったじゃん。ババーンってあった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 。クロスカウンターみたいなね。決まった時あったわ。でさ、それだよね。うん、最後のさ、ほうのさ、このね、うん、俺がこう悩むとか、って思ったさ、はいはい、きっかけである、最後の最後にさ、うん、ゼクシーのくだりがあるわけじゃない。ありましたね。ゼクシー買って、あれ本当買って帰ったわけでしょ。本当に帰りのコンビニでゼクシー買って帰ったんだよね。で、それで、すごい短い期間で指輪作ってくれるとこ探して、うん、次の日だよね、サゾミツと指輪作って、うん、で、その何日後かに、渡したんだよ。で、うん、あれで、あ、その渡した時が初めて、うん、そうか、なんかね、山ちゃんのなんか感じとか聞いて、結婚いいなと思ったね。ちょっと、俺の結婚とかも、うん、そのスピードに。もうちょい遅かったと思うよ。足りない二人のライブでなかったら。マジか？うん、もうちょい遅かったと思う、した時期は。うん。これは、また今日帰ってワンオンさんと焼きそばだな、これ。いや、もういいよ、すぐ寝ろよ。これは嬉しいやつ。いや、いいよ、焼きそば食うなよ。あとさ、それで言うとさ、わかるね、うん。言ってたんだよ、漫才の中でもね。うん、この足りない二人、うん、またいつできんだっつって、はいはいはい。ね、こちらお預け状態ですよね、ビンビンの状態で。ね。そしたら若ちゃん言ってくれてたんだよね。次はやるとしたら、結婚した時じゃねえかなって、うんうん。ね。結婚した時じゃねえかなって言って、最後の方にゼクシー買って帰るわって言ってね。うんうん、まあそんなゼクシー買うね。いつ来るんだろうと思ってたから、ねうん、買って帰って結婚した。うん、さあ、どうなんだよって話よ。いや、俺だからいつも言うんだけど、今日この後でもいいのよ。俺は。漫才やんの。言ってるよね、うん、あそこのブリッツ の太鼓を置いてあったところでやってもらうわけわかんないイベントやってもらうそうわけわかんないイベントって言っちゃダメだすごい楽しそうだけどね最後無駄に赤坂をディスってしまったじゃないかじゃあいつかまた足りない二人の漫才はあると思ってていいのねやろうやろう、うん、それが聞けたけど今日若ちゃんありがとうね俺今すかさなかったら成長しただろ成長した